外国人に安心して観光を楽しんでもらおうと、松山市の与鉄タクシーは16日、60以上の言語に対応する音声翻訳機を導入しました。与鉄タクシーによりますと、四国のタクシー会社では初めての導入ということです。翻訳機は手のひらサイズで持ち運べて、ボタンを押して話すだけの簡単な操作で使用できます。愛媛 CATV の通信回線を使い、言語ごとにクラウド上で最適な検索エンジンを選ぶため、翻訳精度が高いとされています。16日は松山市道後町1丁目の伊予鉄道道後温泉駅前で、タクシー運転手と外国人が翻訳機のデモンストレーションを実施しました。Could you please take me to Matsuyama Castle? 松山城に連れて行けますか？松山城ですね。それじゃあ向かいます。 Matsuyama Castle it is going then。翻訳機の利用は事前予約制で、追加料金は発生しないということです。